久我山お前でもうおって君そんないつも済ましてる時坂君の意外な一面発見。済ましてねえし、ガキみてえな真似してんじゃねえっての。ねえねえ、それよりなんで、あ、もしかしてさっき買いそびれた衣装か。さすがにそこ。ちょうど私もステージ入りするとこだったの。それにしてもラッキーね。ライブの裏側なんて。え？劇場フロアの裏方って、そう、君ね、森宮っ子の風上にも置けないんじゃない。ま、ライブ成功のためにも。そうだ、帽子を取って腕でも組んでいこっか。ファンに見られたら大変だけど。シャレになってん。
そうだ時坂、この近くでもいいんだが、お上品、せっかくだからがっつりとした腹にたまるものを食わせてやるよ。さすがに蕎麦打ちは教えてもらってねえが、出前の合間に丼物な、ほら、といただきま、なんだこの脂身。ああ、多摩の水で育ったブラ、名前は東京 X だったか。しかしまさか先輩がこの蕎麦、空からこの近くに住んでるのは聞いてたんすけど、学園に入るとき住み込みで厄介になってる。この前の騒動じゃおやっさんと奥さんに随分と心、ああ、了解先輩も刀しっす。ああ、いずれ世話になった人全員に恩返しが。時坂、異界に関わることで何かあったらいつ俺なんかの力でよければしようぜ100人力だ。
魔界王子リーさすがだ我が宿敵マジカルアリサ。さあ来い。今宵訪れた常闇の君たち。その制服、森宮学園。ええ。俺らになんかよ。僕は御厨智明。君たちの学びや。はあ。学園に何かご用でも。ああ、ちょうど仕事でも関係各所への挨拶回りついでに学園にも知り合いがいるんだが、どうも GPS の調子が悪く。へえ。そういうこと。ああ、やはりここから相当。いや、助かった。いえ。しかし森、若干ひなびてはいるが、まさかロンドンのごとき霧に歓迎される。はあ。ロンドン。おっと。では失礼。またどこかで会えるのを楽しみにしているよ。芝居がかなんかめちゃくちゃ高そう。どこかで聞き覚えがあるようなミクリアグループの人間。ミクリア。北斗ほどではないけど昔からある日本。多分、うん、かなってことは学。まとりあえず。はっ。
もしもし。アスカ。あなたは、クグラヤのマヨちゃん？どうかしたの？助けて、ください。おい、今のは？私は商店街に向かうわ。時坂君は？商店街なら西側の踏切を渡った方が早い。ほら急ぐぞ。わかった。あれもグリ…やはり…おい、行って話は後だ。とっとと追いかけるぞ。ええ、もただし…おい、ヒイラギ…今回ばかりは、あなたたちには荷が重すぎ。後で事情は説明するから、こ…誰かって、それ…ゲート…いや…コウン先輩！ソラ！ちょうど蕎麦屋で二人に飯をおごっててな。急に霧が濃くなったかと。何？ヒーラー。ああ、話は後だ。
チェンジする。交代するぜ。チェンジするよ。走りやがって。私たちは巻き込まないために。でも、せい。要は信用されてなかったってことだよね。
よし、ゲットだ。チェンジする。よっ、よっ、止まれ。はい、止まれ。よっ、チェンジ、チェンジ。
ヒイラギ。時坂くん、危ない。はし、よし、カーコ、やっ、すごい、大した体さばき。そいつがここの主なのか。待ってろ、下がりなさい。言ったでしょ、今回はマユちゃんたちを連れて。な、はっ、逃がさない。とにかく追いかけ、
あれ、ヒイラギの、ヒイラギ、あのじいさんがいろいろとごまかしてくれたのは あまり思い、ヒイラギはプロだ。あのバカが手に余るとか偉そうに言いやがって。コウ先輩、さすがにコウ先輩を足止めってのはやりすぎだよね。そういえばあの後先輩のサイフォンに吸い込まれてたよね。ああ、異界化の収束と同時にこいつに一体どうなってんだ。現実世界で権限できなくなり霊視情報、どうして先、こんにちは、高畑君も時坂。ああ、切った張っただったら力にな、しかし北斗、昔からそこし、まさかヒイラギと同じ裏の、あ、そこ知れないなんて、ヒイラギさんと同じく、彼女と私では立ち位置が異な、立ち位置、裏の世界での名を、はい、私が属するのはゾディアックと言います。異界に関わる勢力はいくつか存在していますが、ネメシスとゾディアックはその代表格であると言えるでしょう。ネメシスは最初に異界の存在を確認した組織、異界の監視。一方ゾディアックは異界の利用を主目的とする。日本では北斗ともう一社がそこに名を連ねています。まあ関連企業や純ゾディアックを含めると数千社もの規模になりますが、頭がクラクラする話ですね。そんな企業連合ってのが世間では知られてねえってのか。いや、ネットの世界では
ゾディアックの名前をそこそこ見かけることがあるよ。正直、よくある陰謀論の一つくらいに思ってたけど。表向きはライバルとして競い合っている企業ばかりですから。ですが、異界に関わる技術協力や異界によって経済各国の政府を差し置く形で、国の意向すら飛び越えて裏の表は表、裏は裏というわけですね。異界を認識できる人が少ない以上、政府はそれを公言できません。代わりに裏に危機があった場合、ネメシ、まあどちらが解決するかで、いろいろと。それって縄張り争いですか。目的と立ち位置の異界を監視管理するネメシスと異界、お互い技術交流もありますし、残念ながら直接少なくとも、むしろ今まで何度も協力なかなか応じていただけて。一緒に組む相手としては底知れなさす。3年前の事件とか、高畑君たちと。だから言ってんだろうが。たく、カズマもお前のことはやたらと、なんかいろいろとあった。先輩の立ち位置はなんとなく分かった。それで、ええ、時坂君のサイフォンからヒイラギさんの命が失われたら、それはさすがに理屈と。ソウルデバイスの基礎技術は、ね、敵各社の魂と一対一で存在だから大丈夫。そうですか。だが根本的な解、ええ、先輩たちは何か。ヒイラギがどこに消えて。残念ですが、現時最もつかめていた北斗、通常の異界事件であれば、今回の怪異の脅威度を考えると、今回のな、グリムグリード脅威度 S ランク以上と言わ、通常の迷宮の主エルダーグリードに勝ち、しかしグリムグリードは自らの眷属を異界の外に送り出せるほどの力を持っています。今回の霧と、それがグリ、ええ、過去には町一つが、その意味で一般人である皆さんを巻き込むことはできません。おそらくヒイラギさんもそう考えて。今回の件については、以後ヒイラギアスカさんについても一、でも、そもそも、あ、申し遅れました。見つけお嬢様の秘書を務め、以後お見知りを。どうもす。いかにもただものじゃなさそう。講師にわたって。ちなみに、近い場合によっては彼女に代わる執行者。執行、ネメシスにおける選ばれるのは、トッヒーラギさんは若くしてエースと呼ばれるほど。アスカセ、ですから、ゾディアックもネメシスもヒイラギさんの安全も含め。ふざけん。え？ヒイラギや先輩の立場は分かった。それぞれ異界への思惑だが、ちょっと、あんたはこの森宮学園のネメシスだとかゾディアックだとか、生徒会長として。大体ヒイラギもヒイラギだ。俺たちを足でまといだと思うのは、こちらが苦戦した影の手を一人だが、俺たちは今まで空手部の件、神様アプリ、それなのに最低限の事情も話さん、いくらなんでも。先輩、はい、ちょっと水臭すぎ。まあ情報、ああだから悪いが、北斗先輩、あんたらが何を言おうが。で、さ
さすがのお前も一本取られ学生としての本分でしたら、ここから先は北斗の人間でも北斗美月個人として、え、お嬢様